ちょ、待て待て待て。危ないな。危ないな。キーパー交代を決断奇跡的に、奇跡的にコンピューターがオートで反応した。俺何もボタン押してないけど、奇跡的にコンピューターがオートで手伸ばしてくれたわ。すげえ助けられた。いいね。じゃあと完成しましょう。じゃあコントローラーを置きましてと。あとは腕を組んでみるだけ。いいね。ボールはエリアへ。おお、危ねえな。危ない場面でいよいよデビューいい、ね、ということになりました。なんかデビューしてるな。福西さんは10番もらって10番。この選手のどんな点に注目していますか？ゲリス頑張れ。ゲリス、おい、おいおい、意図してファール、意図してファール、意図してファールが許されると思ってんのかよ。なぜ意図してファールって。許せないな。市場でサッカーをするな。こんな危険なプレーしやがって。怪我したらどうすんのよ。まあシーズン始まってないんだぞ。フレンドリーマッチなんだからさ、わきまえろよな。やっていいこと悪いことがあるだろう。そしてロナウド、そしてロナウドです。全然もう全然違う。専用やもん。専用が用意されてる。専用のフリーキック演出全然違え。いいんじゃない。いいね。ベベスターいいよ。ゲです。ゲリ、あ、いいパスだ。いいパスじゃない、トラオレ。ちょ、トラオレ、トラオレ。え？クリアできるか。え？今度こそゴールです。そんなパターンある？キーパーがうまく取れずに、キーパーがうまく取れなかったのをトラオレが落ち着いて決めたな。ナイスナイス。ナイスです。ゲリス、トラオレのホットラインがいいね。フィオレンティーナ、ナイスナイスナイス。スペースを使ってきます。ナイスナイスナイス。いいディフェンス、いいディフェンス。タックルで相手の攻撃を一旦断ち切りました。今のはいいディフェンスだった。ちょっとスルーパス簡単に通されすぎたからな。ナイス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 。いいよいいよ。危なくない？ちょっとファールじゃない？今足ってないか。足大丈夫か。ジャコモ・ボナベントゥーラ、ディフェンスしっかりしてほしいな。あー、ちょっとガラ空きやって。同点かと思いましたが外しました。こいつのおかげやぞ今の。このチャンスでしたね。絶対におかしいだろ今の。このままであの位置でドフリーにしてんの。あの位置ドフリーダメよ。ちょっと負け、競り負けすぎじゃない？ちょっとディフェンス、ディフェンス。あっと、あっさりと抜かれました。おいおいおい、コリンズよくねえな。下手くそなだけやんけ相手が。ちょっと残念な攻撃でした。さっきから相手が下手くそなだけ。ティーナが選手を交代します。まあ相手批判したくないけど、さっきから前にいるやつがなんかゴタゴタしてるだけなんよ。それで救われてるだけやぞお前ら。あと必要なのはフィニッシュの精度だけですね。危ないな。しっかり今のタッチ。ちょっとちょっと。カードが出るかもしれません。フレンドリーマッチじゃねえのかよ。フィオレンティーナの選手に出ました。シーズン前やぞ。シーズン前そんなプレーすんだよな。おお。ここつないで、あ、いいね、いい。まあ、見えてる、見えてる。いいじゃない？シルバー？今の決まらないのか。あの決まらないのか。今の決まらないか。せめて枠内捉えてほしかったけどな。イネゲリス。ネトか。ネトいいよ。いや、いいパス取ったけどな。シュートを許しません。キーパー早かったな今のは。よく見えてたけどな。いいでしょうか。ありがとうございます。トラオレよかった。つながる活躍ぶりでしたね。まあ、トラオレもそうだけど、相手チームにかなりマークされていたものの、うん、一瞬の隙を見逃しませんでしたね。もしこの形で見ようかな。まあ一発でうんとはならないだろうな多分。せっかくのご提案ですが1球以下は受け入れられません。いいでしょう。この交渉が簡単にいかないことを確保しました。169ね。なるほどね。ああ、じゃあそう簡単にいかねえか。18かな。でも18かな。18になるかもな。そんな甘くないよこれ。でも結局もともと19だったものが18になってるわけだから、相手としてはね、あ、こっちにも応じてくれて下げてくれたんだなっていうことは伝わるから、18ですね。18です。18を下回る価格で彼を売る気はありません。ほらね。まあもう一回地球じゃ無理だろうな。でもまあまあ
いいでしょう。いいんじゃない？これだって市場価値の上限以上の価格で売ってるから、これはかなりいいんじゃないか。今日もサッカーファン待望の時間がやってきました。バイアレーナへようこそ。モンツァです。実況は私西岡明彦。いいんじゃない？いやー、いいんじゃない？オフサイドの旗が上がりました。オフサイドか今。たまたまボックス内で待っていたところにボールが来た形になりましたね。もう少し最終ラインを見せて一取りをした方がいいでしょう。これ難しくないか？オフサイドか？これボックス内にクロスが通ります。危ないな。よく止めましたね。あのヘディングに反応するのがすごいですよね。あれスーパーセーブです。めちゃくちゃ普通の感想出たな。めちゃくちゃ普通の感想。あのヘディングに反応するのがすごいですよね。そうですね。ブロックを作ります。フランス代表の時もなんかこのパスはサネすごかったかも。ナイス。この失点はやむなしといったところでしょうか。今の素晴らしいシュートじゃないか。守備に下がる時間帯が続いていましたが、今のここで相手にリードを許してしまいました。ロナウドかこれも。監督は怒ってるでしょうね。これもロナウドか。いや、なんか位置的にゲディスかなと思ったけど、あれロナウドか。これだけ威力があるとたとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。これすごいな。すごいシュートでした。わ、いいコースでいい強さ。やっぱさすがだなロナウド。そしてやっぱ毎回俺に抱きついてくれるんだよな。それがやっぱ嬉しいわ。モテる男は違うな。やっぱちょっと守りきれるか怖いな。言ってもキレとか体調とかあんま良くないんだよな。まだ仕上がってないんだよな。ちょっと危ないな。何してんのよ。これはチャンスだ。2部リーグですかここは。なあ、あったぞなんか女子サッカーでああいうプレー。女子サッカーじゃないんだからさ、寝込んでるやつに当てんなよな。周り見えてなさすぎるだろう。いいね。ゴールを狙う。ナイス。シュートを許しません。これゲリス見せ場あったね。最後まで接戦でしたが、ちょっとまだ引き分けたことで仮にトリノが勝っても同率じゃないか。あ、でも勝ち点差か。勝ち点差だよ。相手を圧倒するほどのパフォーマンスは発揮できませんでした。得失点差か。得失点差でワンチャンあれかな。こういう結果に終わった理由でしょう。 A ドットマネージャーさん、ヨーロピアンコンチネンタルシードの勝利おめでとうございます。トーナメントでの活躍は大きな話題となり、組織全体が好影響を受けます。シーズンでの活躍が楽しみです。私たちは移籍予算を追加しました。ありがとうございます。トーナメント初期しょぼ。え、こんなしょぼかったっけ。え、まあ追加予算って考えたらでもあれか。まあ500万増えたと思えばまあでかいか。ああ、ありがとう、ありがとうね。コーディちょっと高級取りだったから、もう高級取りだったから特に名残惜しいものもないわ。ごめんね。もう追い出したくて追い出したから。ごめん。ごめんな、レンタルで帰ってきたところ悪いけど。追い出したくて追い出しました。あ、ゲディスね。すごい額。すごい額だ、ゲディス。これ答えるか？いや、とんでもない額だ。え？市場価値やばいじゃん。8000万やったよ、ゲディス。市場価値8000万。チェルシーさん、話しましょうや。チェルシーさん、よろしくお願いしますよ。穏便にやりましょう、穏便に。そもそも、選手は出したくないんだが来るかもしれないしな。もう一回やってみよう。1500万、我々は、そうですよ。選手を取れるか考えてません。おいおい。じゃあ、ぼったくるしかないな。じゃあ、もう。選手のトレードは考えてないだ。わがままだな。8号以下では受け入れられません。ああ、ぶち切れてる。ぶち切れてるわ。売却時ボーナス 9% がついた、でも。保留？保留ですか？保留。ここで保留してみる。手放しませんよ、そう簡単には。あ、なんだお前態度悪いな。あ？
態度悪いなお前。あ、気持ち変わった、ごめんけどなあ。どう8000万、そう簡単に揺らがんぞ。お、ちょっと上がった。簡単にいかないことは確保してました。6700の6700までいったらもう一声でしょ。それはもう一声よ。甘い甘い。そんな、気持ち上げますよなんかそんな。まあでもな、あんたの姿勢もわかるわ。あんたの姿勢もわかる。あんたの気持ちもわかるよ。75かな。もうこれでいこう。もうこれでもうね、ハッピーに終わろうや。そうですね。7500万程度。あー、決まっちゃった。決まるのはちょっと違うな。もう、じゃあもうちょっと行きたかったな。じゃあ78とか行きたかったな。じゃあ78とか行きたかったな。行きます。俺があの日恋したソボスらに声をかけに行くわ。トップ下だし。オファーでいいのかな？行ってきます。644。644。65で許してくんねえかな。まだ耐えられるから、多分これでいこう、一回。65で考え直していただけませんか？あー、まとまっちゃった。まとまっちゃった。じゃあ、いらないじゃん、ボーナス別に。いらんこと言うなよ。ふっかけてきただけやんけ、こいつら。バリバリ主力です。主力でお願いします。主力でしかないです。チームの要です。スター選手の代わりになること。素晴らしい希望です。当たり前です。当たり前じゃないですか。こんな素晴らしい選手をいただくんだもん。契約期間。契約期間あれなんだよな。なんか正解わかんないんだよな。とりあえず2年って言っとこうみたいな。あ、でも25歳で切りいいから3年で言うか。3年どうですか ?3 年。5年。え ?5 年違約金1000万。1億放出じゃ、この5年間放出しちゃダメってこと？この5年間をうちの中心としてってこと？乗った。27までやろうや。いいね。もう俺らはこれを抱えちゃったからな。違約金1億円だから。売却されたギリスのチームと開幕戦当たるぞ。そんなことある？そんなことある？ギリスお手柔らかいな。頼むぞ。ギリス。出るなら出るでお手柔らかいな。ちょっと、開幕戦お前で当たるかもしんねえわ。俺たちのディフェンスこんなザルだったんだなって気づかないようにな、お前。やめろよ。ディフェンスザルなの分かってるだろ、お前も。やめてくれよ。どうですか？あ、いいじゃん。びっくりした。一瞬なんか桁違うかと思ったわ。え、めちゃくちゃ良くないの？これで良くないもん。なんかもうこれでいい気するんだけど。別に。市場価値以下ですよ。だってもうすでに。ただこの20万いるかな？アーセナルさん。この20万いりますか？ねえ、もう。いる？この20万。なくてもいいんじゃないの？アーセナルさん。どうよ、お前のテンションも全然上がってないじゃん、アーセナルさん。そんなこと言わないでさ、4-9-4-9も、全然テンション上がってないもん。ふっかけてるだけだもん、多分これ。4-9-4-9。アーセナルさん、何言ってんすか？ちょっと、ちょっと20万とか足しちゃって。何言ってんのよ。これ。これでいけるいける。4期じゃできません。分かってんじゃん。
分かってんじゃん。じゃあ48でいいだろ。じゃあ48でいいやん。じゃあもちろんチームの要です。当たり前です。うちディフェンダー陣課題抱えてます。ガバガバです。まあそうだな、5年契約。みんなウルブスにうずめようとしてくれてるな。ありがとう。なるほど、給料は下げるけどボーナスはつけてねって。ああ面白いこと言うやん。一回これ吹っかけよ。8やりすぎかな。まあでも5試合のやつがなくなるからこれぐらいが妥当だろう。いや、これで決まったらやだな。7パチぐらいしとこう。虫手マウス覗きたい。あーなっちゃうよな、そうだよな。そうだよな、そうだよな、そうなると思ったんだよな。結果お得なんじゃない？だって週休1万円抑えられて、まあ、ちょっと契約ボーナス発生しちゃうけど、週休1万抑えられたのはまあそんな悪い取引じゃないんじゃないか。あロナウドが、あロナウドが来てる。いやこれプレミアリーグ大盛り上がりでしょ。今年のウルブズは本気だなって。大盛り上がりやろ、これ。